な時間になっちゃった。寒いな。ほっ、ステップ、カウントダウン TV が、今週もヤンタンで名前が挙がっていた。え、本当ですか。詳しく。よいしょ。有線でアップが流れている。あ、8に入ったからだ、オリコン。カウントダウン TV って返し巻き録画してるかな。どう思いますか。私は20歳です。今録画しに行こうやって。待って、ママ録画してないかな。いっか。ということで、アップアップガールズ過去に来の梶島屋です。たま吉川優さんがゲストのオープニングで話し出していて、梶島みたいって、さんまさんがですか。あら、私のことを覚えていてくれてるってことですね。今日アップガに移るの。あ、はった、あ、そちだね、判断してない今、その判断してたから。オリコン8位を記録したので、もしかしたらっていう感じですかね。先週だからって。なるほど、よかったそうですよ、吉川さん、今日歯並びアイドル大賞というイベントに出させていただいたんですけど、そこでも少しだけ2代目吉川優が現れたよって言われました。川さん、嬉しい、これは嬉しいよ。そうそう、いや、そんな大きくなれるかこれからの梶島次第だが、トットロットと石橋さんにめっちゃ褒められて見つかっていた。嘘、見つかったのか。どうなんだろう、わからない。吉川さんとはテイストは違う。いや、梶島ってどんなもんなんだろうかね。梶島ってなんだろう、どういう人なのって言われたらちょっとわかんないな。私ってどんな人、私ってなんだろうね。結構わかんないよね、意外と自分じゃ。ちなみに鼻リコーダーのペン、まあ、まずはこれじゃん。リコーダー、ハスキーボイスじゃん。まあ、わかるわかる。
て。で、千葉人。まあ、千葉人じゃん。で、とにかく元気じゃん。で、ビビリじゃん。トニゲン、とにかく元気の略、トニゲンです。じゃん。そしてバスケット、ピアノ8年じゃん。こんな感じ。じゃん。私の鳥居、違う、鹿島といえば何コーダー、スキーボイス、とにかく元気、千葉人、ビビリ、ピアノとバスケ8年。じゃあ抽選でこれをプレゼントしようと思います。ということで、外すよ。横にさ、付箋買ったからさ、ちょっと使いたくなっちゃった。カジシマのトリセツを作って、誰かトリセツ、1時間は欲しいんだ。基本的にはには喉が渇くので水をください。それ別に誰でもそうだよって感じです。まあ、ちょっととにかくちょっと今度自分の取説を書いてみようかな。そういうことばっかりしたくなっちゃうんですね。今日何食べたの？何食べたでしょう？ほうじ茶アイス、カレーです。あと、ウツボもらっちゃったやつ食べちゃった。カジのトリセツは食えない食べ物が多い。食べれない食べ物は、牛乳、生クリーム、すごい固形とか臭めのチーズと、コーヒー、茶碗蒸しと、すごい生の人参、太いやつは食べれないかな。あとはクラムチャウダー、生クリームの風味が強いもの、牛乳ってやつ
牛乳ってやつはダメです。でも例えばミルクパンとかミルクソフトとかミルクなんちゃらとかちょっとあんまり得意じゃない。寿司は基本的に食べれるようになったけど、マグロはちょっとまだ、マグロはちょっとまだ、サバもちょっとまだ、あの光り物はちょっとまだ、あとホタテもちょっとまだちょっとダメかもしれないね。あとネギちゃ、あミルクレープもダメ、食べれない。こんな味なのか食感なのか。光り物っていうの分かる？あのさ、なんだろう、あれ鱗がついてるお寿司っていうのかな、食べれない。食べれるのはイカ、サーモン、タコ、コーンとか好き。あとホタテ、ホタテ違う、ホタテ食べれない。なんだっけ、甘いやつ、甘い丸いやつ、アジとかサバとかちょっと食べれないな。うん、食べれるお寿司がキッズだって。なんだっけ、ホタテじゃなくてなんだっけ、甘ホラ貝じゃなくてなんだっけ、赤貝じゃなくてなんだっけ、いくらでも、いくらダメだ、いくら、いくら食べれない。鱗ついてるのじゃないのあれ、違う、あつぶ貝、つぶ貝美味しい。そう、つぶ貝美味しいよね。この間ね、ちょっとお寿司また行きました。寿司美味しかった。寿司なんか美味しい寿司屋さんに行きたいです。誰か連れてってください、お願いします。ホッキ貝、そうですね、食える海鮮は下の方にある。そうなの、縁側食べたことない。どうやって食べるの縁側って。てか縁側ってなんだろう、多分カジシマクエスチョンで、でんこのお寿司は何でしょうってパッて出されてもね、私ほんと全然答えられないと思うよ。今まで寿司さんあんまりこう詳しく興味とかを持ちながら生きてきたことなかったからさ。思う。ね、お寿司の話したら食べたくなってきたね。縁側食べてみようかな今度。縁側。イカタコって何魚って言うんだろう。クラちゃんのモノマネ、あー苦手、バーブー、あちょっと似てない、ちょっと似てるかもな。とりあえずやってみる精神で私はやってるので。腹減った、あそうですよね。イカタコは軟体動物、あえイカタコって魚じゃないの、そうなんだ、知らなかった。今日さロフトだったんですけども、ずっとポテト食べたくて、ポテト食べたくてしょうがなかったんだけどね、注文する勇気なくてやめた。あーイカタコは魚じゃないんだ、イカタコはイカタコ、あそうなの、あすごい、注文しようと思ったんだけどやめた。でも美味しいものいっぱい食べて、とっても嬉しかったです。無脊椎動物
そういうこと、すいません、なんかちょっとウハウハな配信になっちゃったんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。明日は撮影です、頑張ります。楽しみだな、でも撮影な、気合を入れたい感じです、頑張ります。グラビアアイドル？違う。グラビアはね、やったことないですね。てかソロでさ、撮影に呼ばれたことなくない？私。なんかさ、来ないと思うキャラ一緒。来るんですかね？いや、来ないな。すごい、イカタコだ。すごい。やっぱね、日記は役割分担があるみたいで、そういうのはあんまり回ってこないですよ、勝島は。いや、やってもね、価値みたいなのがあんまり、勝島がやったとこであんまり出てこないからね。今日めっちゃおもろかったって、よかったよかった、勝島青春派、あ、本当に？そう、そう、よかったわ。そう、若い子たちがね、いっぱいいるからさ、そうそうそう。いやー、私は、もう、上西圭さんになってグラビアやりたい。そうだよ。グラビアって水着だけじゃないよ。全然そういうことじゃないけど。しけさみたいになったらやりたい。もう私はケイッチになったらやりたいな、グラビアって思うって思いました。ポスター見ながら、本当だよね、ここにだってケイッチさんがいるからもう見ちゃうんだもん、最近ずっとこうやってばって、耳をかきながら言うなんて。で、会島が写真集を出すんだったら、わかんない、沖縄か千葉で撮りたい。沖縄か千葉か大阪、沖縄か千葉か関西、何でもいいんです、いや撮れるなら何でもいいんですけど、出すなら7時ですよ。えらく近場やって、よくない？千葉で撮ったらすごいよ。理由はって、関西、大阪っていうか関西に私はずっと憧れがあるのね。滋賀県が良かったりするけど、でもやっぱケイチさんが活動されてた関西はいいよなって思う。で、千葉は正直理想だったりするけど、難しいのかな、分かんないけど、あとは沖縄バンドが定番だからって。いやいやいや、最近写真集に出したいみたいな話よくする気がするね。その写真集に近づくこと一歩もしたことないのに、下北 FM は誰が出るでしょうかっていう感じかな。もうちょっと発表待っててね。ディズニーで撮る、写真集出しても私多分ね、売れないもんだって、無理だ無理だ。
テイバミスレ、そっか、言い方悪かったな。ギナワレ取ったら素敵なものができるよねってことね。いやいやいや、ありがとう、買ってくれたら嬉しいがな。嬉しいけどな。夢ってことだよね、言っとこう。夢ですね。今の写真集ブームをすごいなんて、すごいなって思うから、私は写真はたまたまあれに上手にね撮れたらいいな。先週ヤンタン出てた、あ、バレた、出てました出てたよ、そうなんです、出てたんですね、ありがとうございます、嬉しい。なんかヤンタン見聞いたよとか言われて嬉しいね、嬉しいね。また呼んでもらえるように頑張るぜよ。ほんじゃあここで終わりにします。じゃあお知らせ2月からツアー、福岡から始まるぞ。2月2日から福岡、2月8日は新横浜とかね、そのとこもあらせていただくから、ぜひ来てね、お願いしますね。そして次は2月24日これはフリーライブ、やった、フリーライブ、フリーライバーですね。モティサンドグラウンド、はっ、がっつりライブハウスです。ぜひお越しください。月曜日待ちしております。それでは今日はこの辺で、月曜日イベントあります、ぜひ来てください。お手本アイシャークせーの、以上です、ありがとうございました。バイバイ、お願いします。